え、お肉持つ？あ、確かに肉と、私自体が肉やねんけど。じゃあ、だから順次持とうかな。おばしろいや、ほんまお願いしまーす。ごめんなさい、やっとやらないよね。お試しやかスプラッシュマウンテンしてます。え、いい加減にできる？スプラッシュマウンテンしてます。はい、ということで、はい、シンタカです。ハッピースピース。そして今日はなんとスペシャルゲストジンジンに来ていただきました。ブンブン、あれ本当にごめんなさい。蜂が飛ぶの歌を歌いそうでした。あ、よかったよかった。そうじゃなくて、せーの、ジンジンチャンネルということで、ドスドスと地響きを、響き渡せない渡す、あの噛むのは我慢だけにしようということでジンジンでーす。ありがとうございました。じゃあほんまにね、嬉しい。引き続き ねめっちゃ嬉しい。新高チャンネルの方ではちょっとまた暴れさせてもらう。暴れ違うよ、暴れ骨を折らせてもらうもろてですよ。ちょっとあの端折らせ、何噛むのはガムだけにしときや。お前ジンジンチャンネル、ちょっと噛みすぎやって、ほんまに。やばいってやばい。さっきさ、ちょっと、まあ今日ね、焼肉をしていきたいんやけど、スーパーでさっきちょっと買い出しに行きまして、あれやで、騎馬戦スタイルで二人で買いに行った。大迷惑じゃん。ほんま怖いな。みんなおののいてたよ。せやで、ほんま。おののいまこってこと。そういうことや、ほんま。おののかもおののいてたわ。もうすぎるぜ。バーガー痛い。多すぎ、おのの今。あ、そう、の多すぎやろって言ってた。え、そうやで、何を聞いて。おののきすぎやろかいって言ってた。あ、おののの、ほんまやで。ほんまやで。あんた噛みすぎやん、今日。ちょっと尻滅裂やな。はい、私が今から、焼かれる準備ということで、服脱ごか、今、私。あ、それは最後やね。最後、メインディッシュみたいに言わんといてや。ちょっともう、最後まで取っとくスタイル。え、このさ、なんか、タンか分からんけど、タンみたいなやつからいく。どう見てもタンちゃうやろ、ほんま。いや、目やにたまりすぎやろ。目やに撮ってから YouTube 撮りや、あんた。目やに、真ん中ついてるやつやべえやー。ここにない。おいしそう。でも、1、2、3、少んな。少んな。じゃあ、意外にこれ、お腹いっぱいになる。せや、あの、確かに喋りながら、焼いて食べてって言ったら、いい音なってます。そうやろ、絶対に。ほんまに。でも、イチャつかんといて、早速。うっとうしよ。ごめん。ごめん。ヒルドラ始まる。ごめん、今日昼顔。朝ズバ、ちょっと違う。ニュースわ、おいしそう。え、めっちゃいい。ヘルシーに野菜も焼きやもん。ガミやろ、ガミやろ、ガミ。もうええわ、もうやめよ。もうええわ。気持ちいい。ほんま、気持ちいい。叩く気をするの。ジンジン叩くの好きやねんか、人みたいに。ほんまやばすぎやろ、これ。やばい、やばい。あの、お米どうする？あ、お米。あ、いいよ、チンするよ、ジンジンが。いい、いい、やるって、やるって。大丈夫、高いるよ、全然いい、やるって。動きなさすぎやろ！ない、ない、ない、動きなさすぎやろ！動きなさすぎやろ！動きなさすぎやろ！なさすぎやろ！噛みすぎやろ！じゃあ飲んでみる。いったね。シンがチンしてないと。はい、せーの、せーの、はい。イエーイ。あ、なんか今日はジンジンとの鳴らせ、なれ。あんたもう噛みすぎやばい。やばいよ。ちょっと、ごめんなさい、ちょっと慣れ恋ですよね。シンタカチャンネルのご覧の皆さん。あ、でも、あれだよ、あの、すいません。イベント来てくれてる子は、あの、誕生日メッセージは、あの、あ、そうやん。そちらぶりということで。ちなみに、あの、ジンジンとの、この交友関係とかを、今まで。知らない？そう、露出してなかった。裏垢か、あれって。裏垢。あ、ちょっと待って。裏垢とか、ちょっとあんまり。裏垢、あ、ジンジン焼いてるフリーしないと、ね、ジンジンだけ動いてない。あの、ええのよ。ブターって言われるから、動いてるフリーで。大丈夫、最後焼かれんねんから、もう。あ、今ぐらい休んでる。あ、でもさ、あたか、いらないよ、みたいな。なんで？一人だけなんかダイエット？ダイエット。え、一番しなきゃいけないジンジンがお米買って。いいのよ。いやもうでもね。あ、こっち。何？これやろ多分。あ、こっち。こっち。こっち。ね、可愛くもらうとき？あのさ。え、視聴者にまでそうやってなんか色濃く。ほらひどくない？ひどくない？濃すぎ。やばすぎ。めっちゃ熱かった今。お前も可愛くない？痛みとるか。じゃあせーの、いただきまーす。いただきまーす。え、何？せーの。せーの、せーで。うん、やわらかい。うまっ。おいしい。めっちゃおいしくない？え、なにこのお肉。
なんか一番高かった肉買った。え、あ、そうなの。マジで？オッケー。最近さ、うん、新高の動画で弟ちゃん出てたやん。あ、弟出てたわ。うん、ママも出てたけどさ。そうそう。初弟ね。ね。うん。あの動画見て、あんたらがほんまにいい人、いいお姉ちゃんなんやなって思った。お姉ちゃん、お姉ちゃんやめれる？あそこは政治人はお兄ちゃんなの。お兄ちゃんの、まあ、政治人お兄ちゃん家族人員的には全然お兄ちゃん。あ、お兄ちゃんっていう、うんうんうん、めっちゃ。それこそジンジンの弟も出てたやん。出てる出てる。質問コーナーみたいなやつやん。え？なんて質問コーナーみたいな。そう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 、弟に対して。だから TikTok でめっちゃバズってたやんか。あれ好きなんだよね結構。それであれ見て、うん、俺弟出してもいいかな。あー、マジで。そうそう、インフルエンサーやんけ。いや、影響されてるやん、ジンジン。そうよ。ありがとう、インスピレーションゲー。じゃあ今度さ、新高の弟、うん、あ、違う高さは真の弟とジンジンの弟で。あ、めっちゃおもろそうなあ。あ、めっちゃいいやん。2世代コラボしてるやん。呼ばなあかんね。たかも弟作ってくるね。うん、作る。親に頼みよ。親に頼むから。何歳差なんねん。一番待ってるよ。待ってて。待ってるわ。もうその赤ちゃんの弟何も喋らんねん。コラボしてんの。さっきあのジンジンのジン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 のチャンネルにお邪魔させていただいたんですけど、ほんまにあの時はピークでバグってた、うん、バグってた。今ちょっと酒も冷めてみたくない。イエーイ、ジンジン、よせよ、おはよう。ジンジンさ、はじめまして覚えてる？覚えてへん。え、嘘じゃん。俺らの初めは知ってるよ。じゃあ、多分言ったら思い出すと思うんだけど。待って待って。じゃあ言うで。脱出ゲーム、ヤッピーに誘われた脱出ゲーム。えぇ、ー、ジンジン持って。脱出ゲームで次、杉並区の。そう、杉並区のやつ。もう始まるってなった時にジンジンが、うんうん、ごめんって言って、うん、来て、もうジンジン来るやいないや急に脱出ゲーム始まって、うん、あの結構ホラー系の脱出ゲーム、うん、ホラーのやつ、うん、でしかもさ、新高がその後予定あったから、ほんまに脱出ゲームだけ一緒にして、うん、バイバイありがとうねで終わった、うん、あれが始まった。覚えてる覚えてる覚えてる。あれ楽しい。あの時の全然バカおもろくて。どんなやつ。なんかさ、絶対入らへんところに入って隠れてて、なんかふすま取れて、ごめんなさい、こうしたこうしたみたいな。ほんまにただのいた客。でもすごい面白かった、なんか、うん、あの人事だけ、うんうん、あの時さ、何ライトしてなかったじゃん。ボヨンボヨン、本当に気球みたいな。まあまあでかかったね。うんうん、今もじゃん。で、まんまでかかったけど、うん、みんな、うん、その檻に入れられたのに、ジンジンだけだから入れなくて。うんうんうん。でも2回目も覚えてる。何？でもその話2回目なんだっけ。うん、2回目何？バーどこの、うん、なんか、うん、いつもの新高も初めて行くバーやって、そこヤッピも最初おってんやけど、うん、ヤッピと俺とタカで結構すっきってるやん。なるほどね。で、あ、この店やばい、うん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 、ってなってたんや。で、もう3人とも、めっちゃ体だるいしみたいな感じやってんけど、ジンジンがなんか途中参加で来たんやけど、うんうんうん、ジンジン来た瞬間全員体軽くなったの、うん、で、そう、あのね、うん、ギャル霊媒師の人に言われたんやけど、うんうんうん、ジンジン特殊能力があって、うん、周りの人の邪気や念を吸い取る、うんうん、特殊能力があるんだって。で、おい、大ちゃんにジンジンをと会うと本当にいつも嫌なこと忘れちゃうみたいな。わかる、めっちゃわかる。でもそれは大ちゃんと仲いいから、いつもまあよくある友達と会うと、うん、嫌なこと忘れちゃうみたいな、そういうことを言ってくれてるんかなって思ったんやけど、うん、友達とかそういう邪気を、念を吸い取っちゃう人事が。で、それを自分で発散できればいいけど、発散できないんやって。あ、そうなの。それで、そのコラボした時に払ってくださったんやけど。え、おもろい、すごいね。うわ、じゃあ当たってたんだ、俺らがさ、軽くなったってのなのかな。それを関係してるか分からへんけど、怖かったもん、なんかあれびっくりした、うん、ほんまに人事に来た人がほんまに軽なって、全員。え、めっちゃ嬉しいねんけど、うん、じゃあそのお化け、人事見て、イエーって見て、うわーって逃げたもんな、それ。めっちゃ怖かった、ね。ちょっとここオールドハイツやからやめて。あ、そうだね。オールドハイツ。でもリノベ内装すごい綺麗な、うん、外は外は外はちょっとすごいお化けらしいかと思った。いや、ほんまほんまお化けんか。いや、お化けやれる。お化け始まるか。お化け始まるかと思った、うん、一時期めっちゃハマってたお化けん。お化けん楽しいよな。みんな知らんのちゃん。
そう、ジンジンとの仲はそれがきっかけで、その飲みに行く場所が一緒で、そっからどん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 、あれやで、状況する前やで、それまだ、うん、え、まだあんたら大阪におって、在住が、うん、で、今はもう在籍、東京在籍わっ、ウェルカムトゥー東京。え、だからそれこそ最近勇気を出してというか、遊びたかったから、うん、LINE で今何してる、うん、遊ぼうって誘って、うんうんうん、でも、前までは行ってるバーが一緒やったから、そのバーで会った時に美味しい飲もうやって言って机をくっつける中だけではあった。うんうんうん、初めてちゃんと最初から飲もうや遊ぼうっていうのは初めて、うん、初めてジンジンからで誘って、うん、でもまあそう言ってしまえばあんたからの誘いはなかった。えらいそんなんさ、ね、そうやもんばっかじゃねえパラピーズ今活動休止中じゃん。パッパラピーズ、パッパラピーズ活動休止中。あ、でも確かにってやろ、うん、だから今今日普通に楽しみやった、うん、え、うれしい。うんうん、ごきげんよう。冷静に考えてみて、あの死んだ感じでジンジンいるってすごくない？しかもちょっと待って、ほんまやばい、ジンジンエピアともう一個あって。何よ、あの新高結成前、うん、俺インスタとか TikTok 一人で最初やってたんやけど、うん、タカが結構 TikTok とか見る人やで、うん、YouTube とか、うん、でまあ、あの俺さインフルエンサーにあんま詳しくなかったんや、うん、SNS 見ないタカも興味なかったしな、インフルエンサー。まあそれでも知ってたけど、うん、パパラピーズそれでも知ってたけど、まあタカがめっちゃ好きやってパパラピーズ、うんうん、めっちゃ見とった、マジで言わないけどね、うまい、いや全く言わない。タカマジで、なんで言う、恥ずくない言うの。かわいいやんなで、新高結成前にタカがあのジンジーの真似をしてて、そんぐらい、うん、やってたの。これはさ、なんかふざけてバカにしてるような真似ってことや、全然真似するなんか類もあるやんか。ちゃんとリスペクトしたやつを、あ、リスペクト、これはガチでおもろいってやつをやってた。え、ガチ。あのさ、ちなみにタカが真似してたやつは何、あのこう席した時にほらみーやーポーズするやつ。懐かしい。なんかもうそれがさ超好きすぎて。え、どんなやったっけ。え、これやで。あ、そう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 、これやっぱ懐かしい。ジンジンのやっぱ生理現象もかっこよくしたいのただのもうアホや、もうアホや、カリスマでいたんや。もうそう、生理現象でさえもかっこつけたかった。だからただの席でさ、やっぱ普通の人たちとさ同じ空気に座りたくないやんけどんなとこでさつけたいやつカリスマすぎるわ、おかしすぎやろ考えが。それをなったかが真似してて、えぇー愛おしい、そうで俺ジンジンのネタって知らんから、あんま言わんとってほしいね。ジンジンかわいいっていう人がめっちゃおもろくてやっててっていうのをやってた、うん、まだ新高やる前、それは普通に付き合ってる時、うん、てかなんなら1、2週間ぐらいの会話やな、これ。付き合って、うん、かわいい。あ、その前に学校でもやってたし、え、てかなんならパパラピーズがバズったきっかけの、うんうんうん、あの動画でもある、その TikTok で、その動画、なんかリスナーさん、ファンの人たちが切り抜き、うん、うん、っていうのでバズったの。へぇ、そうなんだ。動画のきっかけの一つでもある。だパパラピーズは特にこの動画でっていうよりかは切り抜きでバズったの。はいはいはい、の一つ、うちの一つ。好きなんだよね、タカも。懐かしい、え、ありがたいな。懐かしい、まあ、こういう仲です、ジンジンとは。かわいいねん。あんま伝わらへんか。かわいいから、優しいねん、ジンジン。ねえ、そうだよ、優しいんだよ。褒められたら調子くる。いや、なんか、やめて、なんかこれ、わざと褒めてる感じみたいな、思ってる。そんなことない。それこそさ、なんか、うん、友達いっぱいおるけど、うん、なんか喧嘩とかもちろんあるやん。うん、でもそのイラってしたりとかはあるやん、うんうんうん、なんかね、ノーストレスやねんな。わかる。で、その多分ハッピーオーラがすごくて、ジンジン、うん、え、もっと言って、好感度上げて、好感度上げてでも、こういう、わかんない、仮にジンジンがね、いい人だとして、うん、こういう人を増やそう、あげ分身の術って、ジンジンが増えても困るか。それもそれで嫌やか。助かる助かる。ジンジンのいいところだけをいっぱい、うん、ねえ、うぬぼれてて草ジンジンちょっと褒められて調子乗りすぎ、調子乗りすぎ油も乗っとるし、調子いいも乗るし、やばいじゃん。じゃあ次はあんたの上に乗ったろか物理的ごめんなさい誰か産んだ今やばい産んだよね今うわ
ギリギリ今4人いるからそうだよ最近の仕事より忙しい最近の仕事よりマジで時給分以上に働こうや今めっちゃ忙しいでも忙しいことが言っちゃうありがたいことやねありがたいよね暇疲れがやっぱ嫌やからバイトの時そうやったもん忙しい時の方が確かに確かにあ、もうこの時間だってえ全然バイト何やってたの焼肉、マクド、モスバーガー、ラーメン屋さん食べ過ぎやろかい確かに飲食店飲食店ばっかしかも全部ファストフード早いやつ全部あ焼肉はまだあれや全部早いもうラーメンもスッといけるしせやよ、うん、ちなみにあの俺たちのバイトは何は、うん、あの俺結構やばいのがほっかほっか亭で7年間ほっかほっか亭すごい7年え待ってそうだよ待ってラッキーセブンやん高一から待ってラッキーセブン触れてや一旦ラッキーセブン触れよごめん話したい気持ち分かるけどお願いねお願いね一旦まあまあまあほいでだから俺専門学校4年いやピピってなったやんなえなんかあ殺されるえやばいスナイパーおるね真先にあの世でその次、私でいいから働きかしてくださいあの世で遊ぼう、あの世で行ったのもじゃあ、あの世で行ったの先打ち抜かれてほしいでも最近この家多いえ、聞き慣れない音うんそれ住んでて怖ないなんかさっきさ、カメラ回ってない時にさ3人で喋ってる時にもさ、結構ラップ音とか鳴ってたりしてラップ音じゃない、ジジボーンって音外から、外からの音あれは変な人、ただの余計怖ないそっちの方がごめん話戻っていいもっと謝ってあのえもっと申し訳なさそうね確かにドキドキだしたら本当に猫違う果てしなくーとおいやうん違う果てしなくー続く道ー続けすぎやろーバニーの挑戦やいかーいまえかかやばいもうチェイサーにユーピーマン欲しいよわぁー呼び呼んでみるユーピーマンチェイサーじゃないあいつディキュールなわぁー多いなあ、でももう一個絶対あったら笑う歌歌っていいうんもうなる、いいよ絶対笑うよクリスマス村ねぇこのクリスまではちゃんと元の音源で急に松村を出さないといけないどうぞどうぞどうぞいくでクリス松村あ、待ってちょっと待ってちょっと待ってちょっと待ってこれ一発でやんないといけないの本番はもうないねじゃあ本赤見せて一回いくよ一回本赤見せ本家なクリス松村あ、そう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 へぇ、二人ともスピーチてんねやめっちゃスープしたでも俺は、うん、がっつり見えなくって、うん、あの匂いで感じるえっ炭治郎じゃないわ炭治郎炭治郎やじゃあ私蜜璃ってこと炭治郎くん間違いすぎ合ってる鬼滅の刃人人変やったほんま人人変やったなほんま一部の視聴者さんに刺さってた今もうムラムラしなどいてやほんまあいつまですごいねビッグあれもジンジンこんなん言うてるけどちゃんと恋するときめっちゃ可愛いもんそうだよジンジンって本当に可愛いらしいあんたうーんーたいピーポーピーポーわかるそしてお酒あるのあるよ癒してる何がいいね、俺氷結のね、こう無糖かも無限長ってことじゃあ私、あの三つ切りもやってみてタカはビジュアル的に赤座じゃないタカ赤座、めっちゃ赤座赤座っぽいよねおい、うっしゃーってなじゃあ人事三つ切りちゃんで三つ切りちゃんで俺、もう葵とかで洗濯物干してな洗濯物干してご飯作るからもうでもあと泣き目とかでもよくないあ、泣き目のんきに三味線だけ弾いてな無限上でめっちゃかっこええやん今のおかまよほんまやで今のおかまにすなよでも多分酒強いやつマジで絶対酒強い鬼滅で酒強そうなやつ誰やろうわって鬼滅の刃だよあ、はいはい炭治郎弱いねあ、炭治郎弱いえ、鬼もあり鬼もあり鬼もありあれじゃないあの遊郭編のやつ女あのダキあダキ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 はあのエース
さきはもう酔い方やばい。どんな感じで？なんかさ、もうほんとぐるい、うわっうわーってやるタイプ。適応の40歳ダキはマジホスグルダキはマジホスグルダキホスグルじゃない、まあいいね。そう、ムザンとかは全然酒弱い。あー、ムザンね。ムザンめっちゃ酒弱い。読んでも読んでも全然飲みに来てくれへんけど、半年に1回ぐらい奇跡的に飲みに来てくれんのが誰？うぶ屋敷かぐや。あいつ来ないだろ。うぶ屋敷来ないよ。だから半年に1回だけ絶対あいつめっちゃレアな。もうめっちゃレアな。え、でも胡蝶忍ぶ強そうじゃない？あ、絶対強い、絶対強い。あいつ強いよ。冷静も冷静、毒解毒できるもんな。あ、強いな。あ、アルコールも分解できそう、うん、で、伊之助はバリからオケ入れる。あ、もうやだやだ。みんながまた伊之助入れやがったでしょ。もうみんなに知らん曲とかも勝手に歌ってる。伊之助ちょっとゲーワイ。無一郎は、無一郎は茶割りなんか飲まずにずっとスラッと。え、色は秘密の色だ。色は、あの、水。え、そうなの？水柱？水柱。あれやん、前やばい。あ、義勇さん、義勇さん。え、橋本義勇みたいな名前。義勇さん、橋本。私本名来ます。富岡だ、富岡義勇さん。橋本義勇やばいから。ダスター。え、自分、色は、やっぱ、ごめん、炭治郎。忘れてた。俺も炭治郎大好き。なんな、炭治郎マジでまっすぐすぎて、うん、映画の時に泣いたもん。俺もやねんけど。なんていうの、わかるわかる。こう東京でいろんな仕事をしての、うんうん、なんかちょっと忘れかけてた温かい部分みたいなのが。そう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 、あ、それは分からんけど。え、違うやん、めっちゃ忠実にこう、そうそうそう、まっすぐにこう。そう、てかさ、俺あの結構アニメの推しやったら主人公好きになりがちな、あのバカ真面目みたいな。炭治郎もバカ真面目。炭治郎バカなんか、違う、バカ真面目、真面目すぎる。あ、真面目か、あ、ごめんごめん、バカ真面目がめっちゃ好き。炭治郎何歳か知ってる？32とか。嘘でしょ、無理しすぎちゃう。え、待って、小6。嘘つけ。ガチガチ、ごめん、ガチガチガチ、年齢的に小6。ガチガチガチ、やめて。あ、ごめん、めっちゃごめん。え、ほんまに中2とかじゃない？髪切ってほしい。わかるね。違う、あのヘアセット時間かかりそう。あれ、メイキャップアーティストの目線やめれる。そう、ガチメイキャップアーティストやから。メイキャップ、メイキャップ、メイキャップアーティストやから。え、あんたも何歳やったっけ？20、今年6、今年7の。今年7。結構終わってんだ。結構終わってる。終わってます。え、マジでうめえからさ。え、てか知ってる、俺さ、あの、なんで変わんないの？このミレービスケットもたまに買ってたんやけど、あのコンビニのさ、100円のお菓子コーナーあるやん、かりんとうとかさ、ビスケットで、そのビスケットを俺高校生の時3年間昼ご飯と一緒にそのプレーンビスケットを買って毎日食べてた。え、その話のオチは？もう今オチ終わったから。終わったな、ほんま。なんか楽しい時間ってあっちゃう、ごめんなさい。はい、ということで、なんかお肉もなくなったことだし、なんか酔っ払ってきたのね。でもこれからもちゃんとさ、動画撮っていきた。わかる。え、だからジンジンがただいまーって適当に。もうそうしよう、そうしよう。わかる。いいよ。じゃあジンジンの方でも動画撮ったらぜひ見てください。イエーイ。みんな最後に KPC。 お前な、8個もや。せーの、せーの、おはよう。それ何？